よっしゃ、ライズアップで食った。上田のそこ捨てんなよ。上田のそこは。ダメダメ。こんな山の中でゴミは捨ててたらいかんぞよ。っていうかまあね。ゴミがあること自体が不自然です。はいどうも、ジェルス、こんにちは。今日はね、ビッグベイトでバス釣っていきたいと思います。天気が悪いんでね。で、今日寒いんで暖かい日が続いて、あと寒いんでね、ちょっと微妙だなとも思いつつも、まあでもそれでも今日19度まで上がるっていう感じだし、朝からそこまで寒くないんで、まあ釣れるんじゃないかなと。ええ方に働いてるんじゃないかなと思ってるんですけどね。まあ濁りは半端ないですけどね、濁りは。雨が連日続いてるんで、濁りは半端ないですけど。はい。まずは NZ クローラー投げていこうと思います。それが終わったら、まあ、ライザージャックで、まあ、ライズアップしながら、まあ、巻いて、途中止めて、まあ、ロングポーズ、まあ、巻きながら食ってくれたらいいなと思うんですけど、途中ロングポーズして、食い上げてきてくれたら、まあ、最高に、まあ、狙い通りで楽しい展開なんではないでしょうか。ではやっていきます。
よっしゃ、ライトアップで食った。よいしょ。イエーイ。大丈夫じゃん。ライトジャックで釣れました。イエーイ。ライトジャック。お、いい感じの腹。いい感じの腹ですね。釣られとるね。君釣られちゃってるよ。はい、サンキュー。口ちっちゃどうしてこんなに君口ちっちゃいの。口ちっちゃすぎでしょ。体はでかいけど。まあいい感じにね、思った通りの展開であのこちらで釣ることができましたね。フィッシャローさんのライザージャック、ジュニアじゃなくてオリジナルサイズですね。まあ春らしい感じで釣れましたね。まあ、いい感じの、ああ45、6センチといったところでしょうか。重さも2キロあるかなっていうぐらいの、まあ、いって簡単ですよ。まあ、いってこうやってね、ライズアップ止めたら浮いてくるとき、頭から浮いてくるんで、これでまあちょっと待ってガボンってさせたいっていう、まあ、春っぽい、春はポーズ大事なんでね。結構近い距離で出てくれたから映像としてはいいのが撮れたんじゃないかなと思うんだけど、まあ、帰ってみんと分からんけど、あ、ちなみにね、今の初バスじゃないんですよ動画ではね初バスなんですけど、
ジョインテッドクロー尺腕でね、1月20日ぐらいにね、バス映ってるんですよ、初バス実は。だから今のは動画で初バスだけど、2匹目ですね、今年。尺腕で釣れたのはね、まあちょっと本当にやらかしましたね。カメラ回す前に投げて、まあ、一投ね、ウェイトの調整してる最中食い上げてきたんでね、巻いてたら、ゴリゴリ巻いてたら、今年はなんかね、様子がおかしいっすね。まあ、1月、ね、少し前と比べたらそんなに寒くはなかったんで、まあ、普通にビッグベイトでね、皆さん、まあ、釣ってたりすると思うんですよ。今年はなんか SNS でのビッグベイト釣果がめちゃめちゃ多かった、よう釣っとったなという印象ですね。そもそも強化自体が多かったですね。はい、ご視聴ありがとうございました。ではまた別の動画でお会いしましょう。また見てね。バイバイ。